両親の足腰も弱くなってきたので、親孝行のつもりで除雪機を買った。自分の家の前も除雪するついでに、隣の子供の頃から世話になっている弱い80のおばあちゃんの家の前も除雪してあげていた。それを見ていたらしい2軒隣の吉ママが、ついでにうちの前もやっといて、と言ってきた。そのようなぶしつけな物言いで言われましてもね、とスルー。その後、スコップだけで済むような積雪の日も、除雪機出せとしつこかったが、徹底的にスルーしていた。そして次の大雪の日、除雪機で我が家とおばあちゃんのところを除雪していたら、今度は吉ママが旦那を伴ってきた。旦那さんが、うちの妻が意地悪で除雪してくれないと言っているんですけど、だと、あまりにもぶしつけな態度でしつこくおっしゃるので、断ったまでです。と返すと、旦那さんが、では、それ貸してください。自分でやりますから。と、除雪機のハンドルに手をかけてきた。やばい、旦那も吉だ。どう返そうか考えていたら、おばあちゃんが助太刀してくれた。おばあちゃん、家の中で待ってていいよと言っているのに。いつも、わざわざ外に出てきて、後ろで見てる。まずは、嫁のしたことを謝りなさい。嫁を教育した方がええ。あんたのやることもおかしい。恥ずかしくないのか。と説教しだして。ついでに、雪かきしていた、近所のじいさまとばあさまも集まってきて、吉夫妻を囲んでしまった。吉夫妻は、いつらくなったようで退散。これ以降、吉夫妻の来襲はないけど、おばあちゃんの家の前を除雪するたびに、除雪機のエンジン音を聞きつけてか、吉家のカーテンが少し揺れて、その隙間から、吉ママがこっちを凝視するのが見える。次の冬は、何も起きないといいなぁと思う次第。